アントニオラ・マレッツ・シモンは、スペイン国バルセロナ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。1947年から1962年の16年間 FC、バルセロナに所属し、通算5度のサモラ賞を受賞した往年のナジー系の一人である。1946年に23歳で最初に、 FC バルセロナへ入団するが1946から47シーズンはレアルバリアドリードへレンタル移籍した。翌シーズンからはバルセロナに復帰しベラスコに次ぐ第2次 K となった。そして1948年11月28日のセビージャ FC 戦でリーガーエスパニョーラデビューを果たした。この試合が1948から49。 シーズンに出場した唯一の試合となったが、これ以降は、正 GK の座をつかみ、クラブを代表する優秀な GK としての名声を確立した。またラディスラオクバラ、コチシュシャアンドル、エバリスト、ルイス・スアレス、チボル・ゾルターンラと共に1950年代の FC ・バルセロナを代表する選手であった。クラブレベルにおいて、現役通算538試合に出場。 リーグ通算288試合に出場した。スペイン代表としては1950年から1961年の間に国際 A マッチ35試合に出場、1950FIFA ワールドカップブラジル大会代表メンバーにも選出された。1950年6月29日のブラジル大会一時、リーグ初戦のチリ戦で代表デビューを飾ると決勝リーグ進出に貢献。 大会期間中に、マラカナの猫の愛称で呼ばれた。またカタルーニャ選抜として7試合にも出場した。ありがとうございます。